いレストランサンマルク神岡店にご来店いただきまして誠にありがとうございます。毎週金曜日ジャズナイトと称しましてトリオもしくはカルテットでアメリカのグレートスタンダードジャズをお届けしています。先日イベントで喋ったらくる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 回すトークが身についちゃった。まあ、お届けする生の方は Fly Me to the Moon。 ニューヨークにいた時にフランク・シナトラの後ろで伴奏者として演奏した思い出を出しながらもそのナンバーで、あ、そのアレンジでお届けしたいと思います。 Fly Me to the Moon。呼ばれて演奏したものですが、まあ、よくディオでもやりまして、まあ、そういう流れがあると、ね、ディズニーが呼ばれたりするんですよね。ちなみにですね、ディズニーの映画の中でもいろいろあるんですけどね、天使ラブソング1、天使ラブソング2、アクト1、アクト2もピアノで弾いたりとか、古いところだとあれですね、ホームアロン2、あのトランプ大統領、あ、トランプ元大統領が出演してるんですよね、あのトランプホテルで、あそこの演奏してたシーンとかね、まあいろいろあるんですが、こうやってあの時間を潰してるひどい演奏家ですね。何やるんですか、忘れちゃった。あ、UB ソーダです。
コールポーターの中から You'll be so nice to come home to お届けします。帰ってきてくれたら嬉しいわんっていうタイトルがよくついてますけど、本当の意味はあなたがここにいてくれたら最高だぜ。 You'd be so nice to come home to。 次何やるんだ。 U シリーズ、 It's
続きますは You don't know what's love 恋の歌が続きます。でもねリリカルなんですけどねシリアスな曲なんですけどもラブラブな恋の曲なんです。ぜひお聴きください。お聴きください。お届けします。Thank you.
さあお次は3番の方は You don't know what love is。 この曲で恋の歌ですから、まあ、アメリカっていうやつはね、まあ、ミュージカルなんですけど、次のによるという時もあーオータムリーブスにしましょう。それは自分がやりたいだけで、やった時にね、よく仕掛けられたものですね。まあ、やってたメンバーがおじいちゃん、まあ、レジェンドだったんですよ。ジャズの世界でとても有名、アメリカでグラミー取っちゃうような2人と3人かな4人かな、僕以外みんなグラミー取ってたんですよね。なんていうの、僕も候補に上がったんですけど日本に帰ってきてっていうね、アメリカの市民権ではなくなったので、まああれなんですけども、と、あ、取り急ぎ最後のナンバーになりました。もうね、だんだん疲れてトークがダラダラのトークがなおさらダラダラになってうじうじになっておりますが、オールルックミナーをお届けします。Thank you.
おめでとうございますと言っていいのか微妙な感じな空気ではないですよね。
最後とはめちゃめちゃございます。さあ、先ほど言った通り毎週金曜日はジャズナイトやっております。18時30分から20分。